しかし今、日本を取り巻く情勢、中国や韓国からのみならず、アメリカからも大変大きな懸念の声が伝わってきています。そのことがどこまで皆様方の耳に入っておられるか、よく分かりません。それは、 ああるる意味でメディアの影響があるかもしれませんいずれにしても日本がもっと自信を持ってこの国を世界に誇れる尊厳を持った国に仕立て上げていくことが必要ではないかそのためには日本は戦後アメリカに大変お世話になったことは事実ですそのことに感謝を申し上げながらしかしだからといって あらゆることにアメリカの方向を向いて、例えば TPP の問題など、結論を出してよいのかどうか、もっと日本には日本自身の生き様、ま、自立性が求められているんではないかと、そのように思うのでございますところがですね、じゃあ、回路宣言が何が書いてあるか。 日本人で知ってる人、例えば200人ぐらいいるんですけど、通常、本当に1人か2人です。だから私たちは、この領土問題を考えるときに、その基礎となる、ポツダム宣言であるとか、航空文書であるとか、サンフランシスコ条約であるとか、そういうような原点をしっかり見る必要があるんではないかと、こう思っております。もう一つつ実はははこのの領土問題日日本本ににいては日本と中国の間には 解決の方法がありましたそれは周、えー、恩来首相と田中角栄それから園田外務大臣と鄧小平の間で我々はこれをなかなか解決することはできないんだそ,れなそしてより重要なことは領土問題で両国の関係をおかしくしするようなことはこれはやめようということで知恵がないんなら我々の間で知恵がないんなら これを上げにするということとを約束したわけですねところが残念ながらこうした知恵ですら今、日本の政府はないと言ってる、歴史まで変えていってる、その原点,原点に戻って、我々が何を約束したか、それを見ていくのが一つの契機になるんじゃないかと、こちらは相手がいつ来るかわからないわけですから、24時間365日の体制でそれを構えてなきゃいけない。 でそれで本当に海上保安庁の職員になり、また海上自衛隊の人たちが、体が続きますかと、これは自衛隊の OB と話をしていても、非常にボディーブローとして重要なテーマだということをおっしゃいます、そういうようなことを現場の人に知りながら、こうやってお互いが、あの問題は中国ではこうだ、日本ではこうだというふうな議論をしていて、現場の人たちがどう解釈するでしょうかと。 やはり現場の人たちが安心して仕事がしていける状況を早く作って、そのことによって棚上げるんがどうだということより先にいざ何かかというときに一触即発が起きないような形を早く作っていくと、これはまあ政府の仕事ですけれども、それが一番まず肝心なことでしょうと、あとはやはり次の世代に向けての地道な意見、あのお互いの意思疎通を図っていくということが必要でしょうというふうに思います。あのこの 東アジア共同体の運動がです、ね、成功するためには、何よりもこの日本国内での支持がなければいけないと思うんですね、であのまさにあのご指摘いただいたようにあの、いわゆる国際派のスタンスっていうんですかね、国際的な最も高度な外交のプロの見方っていうのはこうであるということを、日本の一般大衆に向けたときに、まあ、上から目線って先ほどおっしゃってたんですけど、 あのうまく通じないってことは、私、ツイッターとかのやり取りで、もう実感せんですね、いわゆるネトウヨという方々と、いつも私は対話してまして、ネトウヨの方々は、若い人が多いんですけれども、なんか孫崎先生はなんか、そういう方はブロックされるって伺いましたが、私はま一切ブロックしないで、すべて聞いてるんですね、主張そういたしますと、どうもですね、日本は戦後、やっぱりナショナリズムというか、愛国的な心情をずっと抑えてきたので、 僕から見るとあの、若い世代にとってはなんか新鮮なものなんですね。その日本,日本のことを肯定的に語るということは、ね、安倍さんって、まあ、そこに今いると思うんですけど、<laughs> あの絶好調で医療で見て、実はあの外交はかなりリスクが高い状況ですね。なので,で、ということはどういうことかというと、やっぱり今の経済って貿易によってしか成り立たないんで、それから例えばあの、 もう2020年あの、さっき自民党本部見たら、2020年、オリンピック、来いとか書いてありましたけど、そんなこと言ってるわりには日中、日韓、ちゃんとやってないですよね、まず、<laughs> 中国票をちゃんと押さえなかったら、オリンピックも来ないし、それからオリンピック、せっかくやったって、もしその時尖閣諸島とかあの竹島の問題でバ,トバタバタやってたら、中国から韓国からも韓国客来ないですよね、どう考えたってあの、国際協調主義以外に日本の生きる道ないっていうこれは論理的に考えて明らかなんですよね。